はい、どうもこんばんは、もっくんです。今日撮っていく動画の内容についてなんですけど、なんとね、チャンネル登録が、目標にしてた4000人を突破することができたので、ありがとうございますっていうような内容の動画になります。チャンネル登録ね、3000人の、状態から4000人に行くスパンがですね、その僕が思ってたよりもめっちゃ早くてですね、なんか僕自身、そのなんかあんまりなんか実感がないっていうか、1000人の人が増えてくれたんだっていう、なんかその実感がなさすぎるっていうような状態ですね今。1000人ってやっぱめちゃくちゃ多いなって僕は思うんですよ。1000人ってすごくないですか？僕は1000っていうその登録者数がなんか急に増えて、なんかどうしていいか分かんないっていうような状態になってます。でもこれからもね、ずっとこんな感じでその動画をね、淡々と撮ってあげていくっていう、思ったことを伝えていく、言いたいことを載せていくっていうようなチャンネルになると思うんで、そうですね、できれば見ていただけたらなと思います。チャンネル登録がまあその4000人に来るまでの道のりっていうのをこう節目節目でずっとこう振り返ったりしてたんですけど、その1年以上前のその僕が言ってたことだったりとか、こいつこの時こういう感情で喋ってたんだろうなっていう動画をこう自分自身でですね、こう見てみてですね、なんかとんでもないことを言ってるなとか、なんか今とはちょっとだいぶ考えが変わっちゃってるなっていう部分が結構あるんですよね、僕自身振り返ってみて。でもまあその動画を消すつもりも僕はないし、それもその重要なっていうか、まあその僕が僕であった時間の動画なんで、それも残しつつ、そしてこれからまた新しいことを発信していけたらなと思ってます。似たようなね、動画をね、僕ね撮らせてもらってると思うんですけど、まあ今年の目標についてですね、ちょっと語っていこうかなと思います。今年の目標っていうのは、綺麗になんかストレートには言えないですけど、とりあえずその僕は自分に厳しく人に厳しくみたいな感じの男がかなりあったんですよ今まで。俺もこれだけやってるんだから、いや君もこれぐらいしようよとか、君たちだってとか、なんかそんな感じの考え方を持っちゃってたんですよね今までずっと。なんかそれがすごい良くないことだなってこう気がつかせてもらえる出来事っていうのが結構あって、なんかそのただ正論を言い続けていくっていうのは良くないなと思ったんですよね。なんていうのかな、その万引きした人がいて、万引きするのは良くないでしょって、なんでそんなことしたのって、どんどんこう、ただそのやった出来事に対してなんかそのひたすら言っていくっていうのは、なんかこう確かにそれも間違いじゃないんですよね。なんでそんなことしてるの、ダメだよっていうのは全然当たり前のことをこう当たり前に言ってるんですけど、でもまあその正論がそればっかりじゃ、なんかこうなんていうのかな、正論ばっかりじゃダメっていうか、その何も理由なくそんなするわけないじゃないですか、その万引きとか。例えばなんか欲しいものがあったからとか、あとお腹が減ってたからとかで、大前提としてこうめちゃくちゃやっぱお金持ってたりしたらこう万引きとかね、こうする必要ってね一切ないと思うんですよ僕。でないんだけど、例えばそのお金がもらえなかったとか、お金を持ってなかっただけど生きていくために万引きするしかなかったとかってなると、そのこうやったことはいけないんだけど、それをなんでやらなくちゃいけなくなったのかっていうところに僕は目を向けずに、
なんかその正論でこういうことダメだよって、いやそれなんて言ったってダメなもんはダメじゃんってこう詰めて言ってしまうようなね、ものの言い方っていうのがもうかなり僕多かったんですよ。でそれをなんかこう気づかせてくれる、まあ、タイミングがあったっていうか、まあ、僕自身ね、全然人として未熟者だし、自分は正しいことをやってるつもり言ってるつもりでも、それによってこう傷ついてしまう人たちっていうのがかなりいたんだなっていうのを振り返りができてですね。だから来年はその自分に厳しく人に優しくっていう風にこうシフトチェンジ、まあそうですね、できたらいいなと思ってます。であとは去年はねいろいろあって、でも今年もねいろいろあるんですけど、そうだな、頑張るしかないかなって思ってます。前向きに前向きにね、やっぱその誰がどうだからとか、あの人がこうだからとか、そんなことは抜きにして、俺は俺のやらなくちゃいけないこと、変わらなくちゃいけないとこっていうのも淡々と変えていく努力をするし、やらなくちゃいけないことを淡々とこなしていくしっていう風にやっていこうかなと思います。その当たり前のことって当たり前じゃないんだよっていうのも僕ね、あの動画でも言ってたりしてたんですけど、まあ、僕自身がね一番それをこう見失ってたっていうか、今あるもの、今まで自分がやってきたこと、これは正しいって思うことは、なんかそれは当たり前じゃないんだよって、そのケースバイケース人それぞれこう受け取り方やね伝わり方って全然違うんだよっていうのを、なんか改めてねこう再認識できるような、そんな年になるんじゃないかな、これからずっと今年はね。もうちょっとね台本も何もないんでね、僕ね毎回言うことがねこう頭の中をこうぐる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 回ってね、なんか上手にね伝えられてるかね分かんないんですけど、とりあえず今年はね1年ね自分に厳しく人に優しくで、自分のいけないとこ悪いとこはどん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 振り返って改善していって、やらなくちゃいけないことを淡々とこなしていくっていう、それを目標にね今年1年頑張っていこうかなと思います。あとはね、あの仕事の量っていうのをね、あの何でもかんでもこう抱え込みすぎて、よしあれもやるんだこれもやるんだって、俺がやらなくちゃってなるんじゃなくて、もっと周りの人たちを信用してね、仕事を割り振って自分の負担も減らしつつやっていけたらいいなと思ってます。みんなどうでしたか、年末年始。この動画がねいつアップロードされるか分かんないですけど、まあ年末ではないかな、もう年始に入っちゃってるから、どんなお正月を過ごしましたか、みんな。僕はねいつも通りです。いつも通り、そうね、いつも通りだね。いつも通りお正月仕事して帰ってきてっていうような日々でしたね。よし、今年も1年頑張りましょう。僕も頑張るんで、みんなも頑張りましょう。なんか偉そうだなこういうとこはダメなんだよなきっと。いや、今回はねここら辺で動画をね終わりたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、ベルマークの通知登録、そしてね、コメントの方もね、どんどんね、たくさんお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。